野田新町駅は愛知県刈谷市野田新町一丁目にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA57。刈谷市の西岸により設置された西岸駅で建設費は刈谷市が全額負担している。運行形態の詳細は東海道線を参照。相対式ホームに面2線を有する地上駅で京上駅舎を備える。 2018年3月17日の改正現在、普通電車のみが停車する。ホームは給料編成分の有効調が整備されている。エレベーターが駅舎に2機、自由通路に2機、多目的トイレが駅舎に1カ所、自由通路に1カ所設置されている。仮屋駅が管理する無人駅である。自動券売機と自動改札機が設置されている。 2020年11月30日までは、東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で JR 全線切符売り場が設置されていた。線路沿いの非常に近い場所に住宅などが立ち並んでいるため、構造物の至るところに、市や洗濯ガラスを採用し住民のプライバシーに配慮している。カリアの統計によると、当駅の1日平均乗車人員は、 以下の通り推移している乗車人員は年間利用客数を365で助したものである北口南口ありがとうございます